協会はかつて日本の地上デジタルテレビ放送の普及を推進する目的で存在していた社団法人。等配合され、現在は社団法人デジタル放送推進協会。地上デジタルテレビジョン放送が本格的に全国展開するのに伴い、その普及推進を図るため2003年7月23日に設立され、参加に 各地域の推進協会も合わせて設立された。2006年11月、BS デジタル放送の普及を推進する団体である、社団法人 BS デジタル放送推進協会と事業を統合することが発表された。2007年4月1日に、この統合を実施、BPA が BS デジタル放送における各種エンジニアリングサービスを行う。 委託放送事業者認定を維持する必要があったため、存続法人となり、地上テレビジョン及び BS 両デジタル放送の普及推進と、地上 BS アナログテレビジョン放送の終了を周知する団体として活動を行う、社団法人デジタル放送推進協会と名称を改めた。よって、D パスカルは消滅したが、統合後団体のドパは構成員である。 放送事業者が圧倒的に多かった QD パスカルを基本とした組織となり、所在地も QD パスカルと同一となっている。ありがとうございます。